映画学は大学、大学院や専門学校などにおいて映画について学び研究する学問の一つである。大きくは制作分野と理論分野に分けることができる。なお、名称が映画学であってもテレビ、ビデオ、写真を並列的カリキュラムとして設置している教育機関が多い。過去、フィルムは主に科学的研究分野であった。なぜなら映画以前に 動画の存在はなく、動く写真は、あくまで科学の応用において発明された産物であったからである。しかし今日、映画学は、芸術学、もしくは社会学の枠に分類されることが多く、カリキュラムによって、その教授法は多岐にわたる。外して芸術学に分類される。映画学は主に実技の習得を目的とする、制作分野である場合が多く、社会学に分類される。 映画学は主に映画の社会的、経済的影響を映画理論、映画史と絡み合わせることによって、学術的に論じていく、理論分野である場合が多い。制作カリキュラムが存在する場合は必ず映画理論、映画史の分野も、同じ教育機関内で取り扱う場合が多く、両者は並列的に学ばれる。一方、映画理論、映画史などの理論分野のカリキュラムが設置されていても、 制作分野を取り扱っていないことは多々ある。上記の理由と映画制作を学ぶための十分な機材調達の難しさ、それを教授するインストラクターの少なさなどから一般的に両方を学べる教育機関の映画学カリキュラムが一方に対して優れていると考察される。また、芸術学的映画学、社会学的映画学ともに他の映像メディア、写真を 並行して学ばれることが多く、映画学部と名を掲げる学問であってもテレビビデオ制作家などが存在している。なお、UCRA などの巨大映画研究教育機関においては芸術学的、社会学的アプローチのみならず科学的アプローチも積極的に実践しており、小映画のデジタル復元などで大きな成果を上げている映画用カメラ3 5ト、mm、ルフィルムと パーフォレーションの種類撮影は映画学を学ぶ者にとって最も中心となる領域であることは間違いなくフィルム撮影、ビデオ撮影からアニメーション、コンピュータを使用したデジタル映像の制作まで広く学ばれる。本来映画と定義されるものはフィルムを使用して記録された情報の映像であるがフィルムカメラやフィルム自体のその高額な値段と高度な技術、 環境を必要とする性質、編集においての手間などから、現在は練習用として、デジタルビデオカメラが使用される場合が非常に多い。特に撮影のイントロダクトリーコースなどでは顕著で、フィルム撮影は経験値として扱われるに過ぎない。しかし、映画本来の意義を保つという目的、フィルム独特の映像感覚を養い研究するという目的において、アドバンスコースや研究者の間では、 今もなおフィルム撮影での教授、研究が盛んに行われている。なお、フィルム撮影に使われるフィルムサイズはそのコストから8か16ミリが多く、35ミリで撮影されることは経験を積んだ学生、研究者を中心に行われる。一方、デジタルビデオカメラによるビデオ撮影が時間的にも経済的にも効率的な理由として、 初歩的な取り扱いに高度な技術を必要としない、失敗しても削除を繰り返すことができる、音声を同時録音できる、カメラ本体のコストが、フィルムカメラに比べ安価コンピュータでい,いのままに編集が可能などである。このような利点があり、なおかつ映画撮影の基本、フレーミングを学ぶことが可能なため多くの研究教育機関で重宝されている、フィルム撮影、ビデオ撮影で、 照明の使用方法は異なる場合が多いが照明技術も並行的に学ばれる。撮影と並んで最も重要な分野の一つであり多くの研究者や学生が一番時間を費やす作業工程でもある。大規模な撮影を行えないアマチュアの制作者にとって作品の質を大きく左右させるようで多かれ少なかれ編集の技術や才能が 作品の完成度に影響を及ぼす。コンピュータを使用した編集では、フィナールカットスタジオを中心に、アドビアフターエフェクツなどを取り入れ、セミプロレベルの技術の習得を目指している機関が多く、制作分野をカリキュラムに持つ教育機関は、概ね映像編集専用のスタジオや、コンピュータラボを用意している。フィルムの編集は、教育機関によりまちまちであり、 ハリウッド映画でも使用されているような高度な編集機を備えている場合もあれば、セロテープとハサミを用いて昔ながらの方法で行う場合もある。実際、教育機関で映画を学び研究しその撮影に重きを置く場合、映画監督は自分自身となる場合が多く、プロの映画撮影のように数百人というメンバーを連れて撮影を行う場合は、まずない。 基本的にプロでない人間は、各領域に専門家はされていないので監督、編集、撮影は一人でこなす能力が必要となる。なお、監督領域を重点的に学ぶ場合は、すべての領域に明るいことが要求され、なおかつ撮影メンバーを集める人望も欠かせないものとなる。米国の映画教育研究科を設置する大学、大学院などでは学生を、 各領域に分類した上でグループを組ませ、それぞれの役割分担があった上で、アマチュアフィルムを撮影するという教授法も見られる。脚本は映画学のみに分類される分野ではなく、文学的、社会学的なアプローチがされるが、映画学で取り扱う脚本は、直接的に映画撮影に関連したものである場合が多く、アマチュアフィルム用に書かれる短編が大半を占めると、言ってもよい。 脚本の制作に関してはドキュメンタリー、物語ともにそのストラクチャーから撮影方法などにおけるディスクリプションを含み教授、研究される。また制作をする人間が監督、編集とともに脚本を自ら書き上げ撮影に臨むという形が教育機関で行われる。また、実験映画の制作に取りかかる場合、そのディスクリプションは脚本とは呼ばれない場合が多い。 映画撮影の風景写真は動画ではないが映画学と並行して学ばれることが多く、その利点としてフィルムを使用した練習、研究が安価に可能なこと、被写体を捉えるフレーミングを学べることにある。今日ではデジタルカメラの発達とその編集の多様性、そして容易さから教育機関が取り扱うことも見られる。今日の映写方法は、 完全に機械に依存した形となり、完全デジタル映画も出回り始めたことにより、以前に比べ、現場における映写技師の重要性は減ったと言わざるを得ない。現在、映写技術は主に研究機関において、小映画の再現、復元などを目的として研究されている。映画と、その周囲の介在する社会の動向、影響に焦点を当てた分野であり、主に経済、 歴史などと絡み合わせられる場合が多い。映画経済学は映像メディアの経済的な影響、また映画、テレビなどの制作にあたっての経営学的アプローチも見られ、制作者的観点というよりはむしろプロデューサー的観点で研究されることが多く、映画の輸出入、制作会社の経済的強さなど映画、映像メディアを全体的に包括する。 また社会学的歴史と映画の制作方法、内容を照らし合わせることによって、両者の関連性を乱す研究は盛んに行われているほか、国籍による制作観点の多様性、映画によるプロパガンダ、暴力、性的描写と社会の関連性なども論じられる。また、例えば、アルジェリア独立戦争を社会学的に学ぶ場合に、映画、アルジェの戦いなどの映画が、 参考資料とされるなど、映画が一般的な社会学的理解をサポートする場合もある。詳細は、映画理論を参照撮影、監督、編集作業において、映画、動画の科学的システム、心理的効果、基本的な映画用語、その原理を学ぶことでより深い実践を可能にし、制作のレベルを上げる一環として、講義、実技を織り交ぜて、教授、研究される。 映画理論は社会学的にも芸術学的にも取り扱われる分野であるが制作を行う人間にとっての映画理論はいかに実際の制作現場にその知識を持ち込むか映画鑑賞をしたとき理論的に制作者のテクニックを見抜き自分の作品に応用するかという実践的な視点で行われるため社会学的アプローチとは微妙に異なることがある詳細は映画史を参照映画 詳細は、映画評論を参照プロアマ問わず、映画作品の出来を評価する分野。評価の対象は様々であり、撮影技術、脚本の忠実性、俳優の演技力など、評論は、最終的に映画祭などに通じる領域となる。米国カリフォルニア大学ロサンゼルス校、米国南カリフォルニア大学ニューヨーク大学日本、映画学校、スティーブン・スピルバーグ監督、 南カリフォルニア大学に入学を拒否され、カリフォルニア大学ロングビーチ校に通ったジョージ・ルーカス、監督、公園兄弟オリバー・ストーン監督、ディアレン監督、カリフォルニア大学ロサンゼルス校も参照、南カリフォルニア大学も参照、ニューヨーク大学も参照、日本大学芸術学部も参照、大阪芸術大学も参照、日本映画大学及び日本映画学校も参照、 ありがとうございます。